くださいよとあいつに言われて、理由もなく涙が落ちた、泣けた。せめて自分の行く時だけでも俺に見ていてくれと言うつもりかい。それから俺は一体どうすればいいんだ。自分で自分を消すほど勇気がその時残っているなんて自信もないし、ならばと先に行くのもやっぱり辛い。切ないな人間ってやつはよ、ごめんよな恨んでもいいんだぜ。幸せは俺たちに微笑んでいたのに、あいつは時の流れを憎んでいた。時間に身を任すくらいだったら、行きずりの男に抱かれた方がいい。褐色の瞳は